近隣の町ラバトから眺めたイムディーナ。城塞都市であったことがわかるイムディーナの文章。イムディーナはマルタの町。マルタ島中央部にあり、かつては首都でもあった。中世の狭い、静かな通りを持つ城塞都市であり、静寂の町の異名を持つ。城壁に囲まれた面積は8万平方メートル弱と、小さく東京ドームの2倍弱だ。 住民は2005年の時点で278人ほどである。イムディーナでの定住の痕跡は紀元前4000年より前に遡る。紀元前700年頃にフェニキア人によって初めて要塞化された。これは町の位置が海まで見通せることが可能な島の最高点にあるという軍事的要所であったことが理由である。マルタがローマ帝国支配を受けると ローマの知事は自身の邸宅をイムディーナに建てた。60年にシトパウロは乗っていた船がマルタで難破した後にイムディーナで暮らしたと言われている。イムディーナという現在の名前を初めて与えたのは870年頃にマルタへやってきたシチリアのアラブ人によってである。彼らは広い堀と厚い防御用壁を持つ都市を作り上げ、 近隣の町ラバトからイムディーナを切り離した。1091年、ノルマン人がマルタを征服した。1565年のマルタ包囲戦では、西ヨハネ騎士団が最後まで重要な要塞であったイムディーナを守り抜いた。1693年には地震に見舞われ、多数の建物が崩壊した。地震後に、聖堂はマルタ人建築家、ロレンゾ・ガファの設計で再建された。 今日、イムディーナでの自動車乗りでは制限されている。狭い通りをそぞろ歩く静かな環境が維持されている。ノルマン建築、バロック様式などの個人の邸宅や教会が混ざり合って残っている。聖パウロ聖堂は町最大の広場前に立つ目印となっている。聖パウロ聖堂、ありがとうございます。